皆さんこんにちは、リュナリサのリュナでーす。はい、今日はね、僕が一人のオープニングということで、いや久々だね。まあ、ここ最近リリちゃんにね、いたずらばっかかけられちゃってるような気がするからね。というわけで、今日はね、リリちゃんに、ドッキリを仕掛けていっちゃいたいと思いまーす。一段とね、ちょっとね、どうしようもないようなね、感じのことを思いついちゃったんで、それを仕掛けていきます。早速、本日の企画は、美容院に行ったばかりの嫁に、いつ美容院行くのと聞いてみたら、どんな反応をするのか。はい、というわけで、今日、リリちゃんは美容院に行ってね、髪をね、染め直しに行ってるんですよ。あの、ピンク色の髪の毛をね。あれね、めっちゃ維持すんの大変そうなのよ。なんかね、毎日あの紫シャンプーみたいなの頑張って使ったりとか、ちゃんとトリートメント使って傷んだ髪をこうやってねトゥルトゥルにして、だからすごい綺麗な髪なんだけどね。だいたいいつも美容院行って帰ってきたら、もうお決まりのルーチンみたいに、もう可愛いみたいな、本当に可愛いから言うんだけどね、言って、そしてウフフみたいな感じで言っちゃう喜ぶんですよね。もうその反応可愛くって、もう可愛い可愛いっていつも言っちゃうんだけど、今日はね、心苦しいんですけど、あえて触れずに、なおしかもだよ、いつ美容院行くのって聞いたらどんな反応するのかなっていうのが気になっちゃったんで、今日は撮っていきたいと思います。いやー、怒るかな、どうだろうね。まあ、りーちゃんのことだから、多分気づいてもらえなかったらね、結構あの手この手でね、なんか突っかかってくると思うんだけど、まあね、今日はちょっと心を鬼にして、まあ、そういうのはね、一切触れずにスルーして、企画を遂行していきたいと思います。かなりね、面白い反応が見れるんじゃないかなって、思ってるので、ぜひ最後までご視聴お願いします。それではね、りーちゃんがそろそろ帰ってくると思うので、隠しカメラをセットして、編集しながらね、待っていきたいと思います。それでは行ってみよう。ルナリサカップル、ただいま。おかえり。手洗ってきなさい。忙しい。うん、結構ギリギリじゃない。大変。うん、今日のせなきゃ。時間がないんご。なんで1日って24時間しかないんだろうね。それは神が決めたんだよ。精神と時の部屋があればいいのにってずっと思うんだよ。ドラゴンボール見てないの？非国民だよ。お目当てのミスドは買ってこなかったの？今日になるからよ。めっちゃ売ってる？売り切れてない？まだ売ってたけどな。並んでてちょっと長引きそうだったから、うん、これは食うなって言われてるんだと思って。絶対そう、絶対そう。神のお告げだよ。絶対そう。買ってきたんだ。すぐって何、かまっちゃうじゃん。何、どうしたの、ネイル、うるさいね。まあまあ編集してんのに邪魔してくるねんけど。はい、いい感じにセクシーだよね。チャンネル登録よろしくね。ただいま。おかえり。いや、ダサ。いや、ダサ。ダサ。家にいるだけ。狂った瞬間。ダサ。ニューシリーズ今期に合わせて買ってるから、もうすぐ届く。次何の文字にしたの？狂犬と我は参れる。いや、ダサい。
いつ美容院行くのって聞いたら、そういえばさ、りーちゃんさ、美容院行くって言ってたけど、いつ行くの？え？いつ行くの？何いつ行くの？美容院いつ行ってくるのって。え、どういうこと？美容院いつ行くのかなって、なんか行くって言ってたじゃん、先週ぐらいから、うん、え？今日行ってきたんだけど、今日行ってきたんだけど、今日行ってきたんだけど、え？え？あ、違うんだけど、え、今日行ってきたんだよ、りーちゃん。あ、だよね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 、気づいてた、気づいてた。主の目は不思議なの。気づいてた、気づいてた。ねえ、絶対嘘。ねえ、いつもだったらさ、違う、いつもだったら帰ってきてすぐ、あ、りーちゃん可愛くなったねって可愛いパーティー始まんのに。可愛いパーティー気づいてたよ、気づいてた。みんながルンルンで踊ってるのさ、かわいいパーティーで写真撮るやつやるじゃん。やるけど、なんで今日ないのかなと思ってさ。知ってた、知ってた、気づいてた、気づいてた。気づいてなかったでしょ。だからずっとうるさかったの。そうだよ、だってかわいいなかった。今日かわいいと思ってる。思ってる、めっちゃかわいい。かわいい、いつもよりちょっと暗めにしたのかな。そうだよ、すごい綺麗に入ってる。はい、なんでいつ美容行くのとか聞くの？おかしいでしょ？言ってたんだよ。かわいいって言って。かわいい、足りない、足りない、足りない。言って、かわいい。全部気づいてたよ、全部気づいてたよ、ね、気づいてんだって魔法のこと。全部気づいてた。ゆなりさなんだな。もういや、ほんと気づいてたから、ごめんね、言うのってないと編集集中してたから。いや、違う、いつも何時もな、美容院って帰ってきた時は可愛いパーティーしてたな。月一の楽しみなのに。だって可愛いって言われるために綺麗にしてきたの。やっぱさ、気づかないのも悪いけど、いつ美容院行くのって結構失礼じゃない？髪汚いと思ってたってことでしょ？え、汚い？汚くない、汚くない。どっちがいい？いつもと暗いの、うん、いつも。あ、ねえ、聞いたらいいの。カバ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 になってしまう。無神経なカッパ。いつもはさ、りーちゃんがガチャって帰ってきた瞬間、走って犬みたいに、りーちゃんおかえり、かわいいねってやるのにさ、そうなかった。それね、お出迎えもなかった、ショックだった。それで、ああなった、最初くるくる回ってアピールしたのにさ、全然気づいてくれないのからさ。編集してたのもあったから。いつも編集してたの、来る。ごめん。なんなら今日ルーも来なかったね。で、寝てたよ。アザラシルーターン。けどさ、なんか自分のことばっかりりーちゃん言ってるけどさ、うん、俺も変わってんの気づいてる？りーちゃん見んだけど。どういうこと？いやいや、どこ違う？当ててください。当てて、うん、結構変わってるから。今日鼻毛生えてない。そう、絶対気づいてないでしょ。もういいよ。先週の木曜日、俺髪切り行ってるから。そうなの？ゆなりさカップル。りょうさん髪の毛抜けたりしてるからさ、わかんない。わかんない、わかんない。どういうこと？いや、日によってボリュームが違うの。うんじゃねえだよ。うんじゃねえだよ。枕とかにさ、結構毛あるから。なんならよくわかんないじゃん。減ったのか増えたのか、切ったのかさ、切ってないのか。火を認めるどころか傷つけに来るの。マジでひどいわ。ああ、もう、あ、りーちゃん、実は今日の動画撮ってるんですよ。何？ドッキリ。何のドッキリ？りーちゃんの髪切り行ってんの気づいてんのに、いつ行くのって聞いたらどんな反応するのかなっていう。まあ、本当に
あれですね、自分だけ気づいてよってすごいんですね。チャンネル登録よろしくね。はい、というわけで今日はね、リリちゃんにドッキリを仕掛けていました。イエーイ、意地悪なドッキリやった。ねえ、どう、どっち、本当にどっちがいい？リアルに今日の方がいいよ。ちゃんとやっぱリリちゃんは可愛いを更新してくる。いつも可愛いからな。ありがとう。もう腹立つわ。いやけどひどいよね、みんな。俺1週間前に髪切り行ってんのにさ、一切気づかないでさ、あのすっとぼけ方何？そうなの？何やじゃねえんだよ。あれって許されると思うね。しまん。わ、むかつく。むかつく。気づいてた、気づいてた。だからもう無理だって。1週間は無理だって。1週間経って気づいてた、気づいてたらもう無理だよ。ダメだよ。ならちょっと伸びたよ。あ、伸びた伸びた。もう伸びてるから。1週間経ってるもう。ごめんね。こすったら抜けんの。もう、まずりーちゃんはね、あの自分のね、ことだけはうるさいなんてよくわかりましたよ。こういう女性と付き合う方はね、本当に、こまめにやっぱ気づいてあげないと、あのプリプリしちゃうんで。そうです。そうですじゃねえんだよ。そうです。けど、俺のために可愛くなってくれてるの。そうだよ、ルーさんのために可愛くしてる。本当かな。来月もまた違う感じに染めてくるから、ちゃんと気づいてね。あ、分かった分かった。はい、というわけで今日の動画は以上になります。この動画が良かったな、面白かったな、ニヤニヤしちゃったなと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントもたくさん書いてくれると嬉しいです。チューチューも待ってるよ。腹立つな、マジで。はい、ユナリサ20万人目標に頑張っているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。登録者様15万人もありがとう。いやマジすごい、すごい、いつか YouTube ライブもやりたいなと思ってるので、ぜひぜひチャンネル登録して待っててください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。